風の武士は、芝良太郎による日本の電気小説。幕末を舞台に、木の国の山中にあるという謎の隠れ座と、荒井国をめぐって繰り広げられる、冒険活劇。1960年3月から1961年2月に、掛け、週刊、産経で連載された。浅草の貧乏ご家人の家に生まれた、告げ信吾は退屈な毎日を過ごしていた。次男房であるため、 家を継ぐこともできず、女道楽が災いして、養子の口も断られてしまい、二十四にもなりながら、兄の厄介になり、うつうつとした日々を送っていた。鳥のくといえば、伊賀道心の末裔の家に生まれたために幼い頃から、暴風に仕込まれた剣技の腕のみ。血のはき立たつような刺激を求める若さは持て余すほどに、持っていたものの、さりとて部屋積みの境遇で、 そのような出来事に巡り会えるはずもなく、できることといえば、恋人のおせいの料理屋で酒を飲むことくらいの、ものであった。しかし、大稽古を頼まれ出入りしていた長道場、連心館で起こった、殺人事件をきっかけに、慎吾の運命は一変する。事件を契機として、慎吾は、道場の主、平間太鼓一氏が慎吾と先祖を同じくする、伊賀忍者であり、 奇襲熊野にあるという幻の国、新井国から重大な密命を帯びて、バスエの道場の主として、江戸で潜伏していたことを知る。熊野の山中深くにあるという新井国は千年来人、知れぬ秘境であり、国人200人にも満たない小国だがそこには、莫大な金銀が増され、古くから熊野山中を輸行する主言者などの間で取り沙汰されていた。が、15年ほど前から、 その存在に気づいた奇襲藩が、極秘裏に探索を始め、奇襲藩の手が伸びることを恐れた、荒国は、太閤人氏を通じて幕府に庇護を願い出ようと、していたのだった。だが幕府は、財政難の折からこれを天領に収めることを決め、太閤人氏の道場に出入りしていた信吾に目をつけ、荒い国の所在を探索する命を下す。しかしその矢先に、太閤人氏が、 奇襲恩密の一団に殺害され、荒井国への道のりが記された江蔵氏、入ュー蔵氏が奪われ、同時に慎吾が密かに思いを寄せていた太公人氏の娘、千のもさらわれた。慎吾はたまたま太公人氏を訪ねてきた荒井人と共に荒井国の重要人物であると、伊内の追いかける旅に出ることとなる。千のを乗せた籠を担ぎ、奇襲恩密たちは江戸を出た。 慎吾は、荒井人と共に、それを追い、東海道を西へ向かう。太公一氏を殺害室のの誘拐を手引きしたのは、慎吾と同様に、大稽古として、連神官に出入りしていた老人、コ力伝次郎だった。コ力は、主連の使い手であり、その権威は、慎吾の腕に拮抗するほどのものである。さらに恩密の一行は、 道中を進むにつれ警護の剣士を増やして行き、容易に手を出せない人数を揃えていった。後を追うこちらといえば、信号と荒井人のみで、荒井人は、剣は使えない。信号と同様爆命を受け、別行動をとって、一行を追跡する猫と名乗る抗議恩蜜もいたが、この男は、束縛を嫌い爆命に従順でない信号の実質的な監視役であり、あるいは、用済みとなれば、 シ吾を始末しようと伺っているやも知れず、とても心を許せる味方ではなかった。とはいえ、荒井人は、剣は使えなかったが、幾度となく、異能を持って、シ吾の機難を救ってくれた。嫁が聞き、見たこともないような、奇怪な道具を持っていたりもする。果ては現実までをも使い、まだ見ぬ、荒井国の夢をシ吾に見せたりもした。大柄で顔の彫りが深く鼻の大きいその不思議な、 面相を見ているうちに、慎吾は、ニューツビゾ造氏で、ニューツ姫の周りを天狗が護衛する絵を思い出し、荒い国とは、天狗が住む国なのではないかと、ラッチもないことを想像したりもした。また、絵造氏に描かれたニューツ姫の顔がちのに酷似している、ことも、不可解に思った。やがて猫からの情報により、奇襲音密の一行がまっすぐ奇襲へ向かわず、大阪へ迂回しようとしていることがわかる。 大阪には、奇襲藩大阪倉元である豪商、奇襲や徳兵衛の屋敷があり、猫は、奇襲恩密たちの黒幕であろうこの男を暗殺するよう慎吾に指示を出す。恩密一行を追い越して、大阪へ入った慎吾は、そこでひょんなことから奇襲恩密の狩猟である、早川エビス県と恋になる。慎吾の竹を割ったような裏表のない人柄に意を、持ったエビス県は、 国人を皆殺しにして、荒い国を奪おうと考える奇襲犯の非道な野心を打ち明け、慎吾の手でそれを阻止してほしいと願う。しかし、エビス県が荒い人を救おうとする理由は、非道な野心を好まないことのみではなかった。日本人には当人とも漢人とも似ていながら、それとは微妙に違った顔の持ち主がいる。かつて乱学を治めたエビス県は、 天狗に似た奇妙な人間が多くいるという荒い国には、日本民族の起源にかかる重要な謎があると考え、学術的関心を抱いていたのだった。やがて恩密一行が大阪に着き、恵比寿県の手引きによりシンゴは、囚われの知能を取り戻すことに成功する。しかしそのような中、シンゴを見限った猫が、荒い人を連れ出して、熊野へと向かい、 そのことを察知した、郡力伝次郎ら奇襲恩密も、密かに後をつけて、熊野へ旅立った。恵比寿県から奪われた、乳ューツ姫紙を受け取った慎吾は、絵造紙があれば、道のりがわかるかもしれないとことうちのを伴い、その後を追う。いよいよ、熊野山中に足を踏み入れた慎吾は、山道を進みながら絵造紙を繰り返し見るうちに、ニューツ姫に告示する、ちのが、 新井国の王の家系の出であることに確信を持つ。紀州の山岳地帯を中心に信仰される、ニューツ姫こそが、城代において、熊野の山中を切り開いて、新井国を作った祖であり、新井人たちは代々この女神の光栄をもって、支配者としてきた。地のこそがその末裔であり、彼らの女王となるべき、存在なのである。用済みと考えて襲いかかってきた猫を帰り討ちにした。 慎吾はいよいよ、新井国を目前とするものの、コ力伝次郎の一行に再び知能をさらわれてしまう。新井人をも捕らえていた、コ力一行を見つけた慎吾は、配下の恩密を切り捨てるものの、しかし、コ力を仕留めることはかなわず闇夜に紛れて逃亡する。乱戦の家中で逃げることに成功した知能と、新井人の後を追った慎吾は、一足遅れてきたエビス県と巡り合い。 地のの残してくれた目印を頼りに山を登った。もはやまともな道はなく、草木をなぎほら穴を通り抜け、まるで異界に足を踏み入れるような思いで歩みを進めた、慎吾は、寒南深区の道のりの果てについに、荒井国にたどり着く。荒井国に足を踏み入れた慎吾を待っていたのは、建物の作りも人々の風体もさながら古代のままの、異形だった。すべてが陳記で、 異風な修復に迎えられた、信吾たちは、国人から備前美酒を振る舞われて艦隊されるものの、屈強な創始に護衛された屋敷に閉じ込められ、いわば体よく監禁されてしまった。やがて血の,の手引きによって屋敷から抜け出した信吾は、高力伝二郎が荒い国の人間であるという、隠されていた肘事を知る。太鼓一に近づいたのも、 新井国の道のりを探ろうとしたのではなくちのが目的であり、高力八のをめとることで自身が新井国の王になろうと考えていたのだった。高力はすでにこの国に入っており、そして現在長老連をくどき、外来者の信号たちを殺させようとしているということだった。気がつけば周囲は宗始たちに取り囲まれており、その中心には高力がいた。表情は、 すでに決死、エビス県はコ力によって始末されたらしく、その刀の切っ先が今信吾にも向けられた。長い道中の中で数度の対決を経てきたが、いよいよ私有を決する時が到来した。しかし信吾に対する知能の愛情がコ力にわずかな隙を作らせ、信吾はそれを逃さずすかさず刀を振るった。渾身の一戦を受けたコ力は絶命し、 生死を落とした瞬間を乗り越えた慎吾は、緊張の糸が切れたようにその場で意識を失った。慎吾が混沌から目を覚ました時、荒い国は無酸するようにその姿を消していた。建物はすべて灰になり、国人たちは一人残らずかき消えていた。血のもいなかった。夢から覚めたような思いで山を降りた慎吾を待って、いたのは、一年もの時間が流れ様相が一変した、世界だった。 慎吾が新井国にいた間に幕府は政権を失い戦が始まるという噂が世間を騒然とさせていた。まるで浦島太郎にでもなったような気分で江戸へ戻った慎吾はお西洋相手に酒を飲みながら夢の世界で過ごしたような新井国での出来事を語って聞かせた。エビス県が死ぬ前に語った見立てでは荒い人とはるか古代に西洋を追われたユダヤ人という種族であり、 地里の波頭を越えて、城代の日本に渡ってきた者たちの子孫かも知れないということだった。国をなくして流浪したユダヤ人たちは様々な国に家遇し、彼らのみが知る隠し国を開いた。荒い国もその一つだったのだろうが、今度のことでその存在が露見したため、再び伊豆古海姿を隠したのだろう。エビス県の説の真偽は真吾にはわからない。また、 彼らが再び国を捨てて、どこへ行ったのかもわからない。慎吾が思い当たることは、混沌から目覚める前に、夢の中で見た、海で船に乗った国人たちが沖へ漕ぎ出した後に、夜空で輝く月に向かって登ってゆく情景だった。おとぎ話のかぐや姫のようなその夢は、かつて旅の道中で、あの、荒い人が見せてくれた現実だったのかもしれない。キエたちの思い忍ぶシンゴは、 その名を口にするたびに確かに共に時を過ごしたという実感が薄れてゆき、彼女の姿が静かに胸の内から遠ざかってゆくよう感じながら酒を進めた。1964年1月15日に封切り公開、東映制作、配給、カラー、95分。主人公の名前が、告げ信号から、名張リ信像に変更されている。主演に、大川橋像。 桜町ひろこといった時代劇スターを配し、県乱たるチャンバラメロドラマに仕上がった。ラスト近くの洞窟で結ばれる人よのシーンの美しさは秀逸。スタッフキャスト1960年6月6日から1961年2月27日まで、関西テレビ制作、富士テレビ系列の白雪劇場で放送。前作、若様侍鳥物手帳引き続いて、 夏目俊二が主演、スタッフキャスト、ありがとうございます。